ザ・ウェディング・プレゼントは、イギリスのロックバンド。1984年に解散した、ザ・ロスト・パンダスを母体とし、フロントマンのデイビッド・ルイス・ゲッジを中心に、彼が通っていたエイリーズ大学の友人が集まって1985年、初頭に結成された。1985年5月に、自主レーベルレセプションを設立し、シングル Go Out and Get エンボーイでデビュー。 BBC ラジオ1のベテラン DJ、ジョン・ピールがいち早くそのシングルを自身のジョン・ピール賞で紹介し、その後も熱心なファンとして彼らを支持。どんなにテンポの速い曲でもブレのないバンドのタイトな演奏ぶりはもちろんのこと、一貫して複雑な一筋縄ではいかない恋愛模様を描き続けるそのソングライター、デイビッド・ルイス・ゲッジの歌詞で、 番組のリスナーを中心にインディーズシーンで人気を集めていくこととなる。1987年10月にはマンチェスターユナイテッド王年の名サッカー選手だった子ジョージ・ベスト氏の写真と名前を使用したデビューアルバムジョージ・ベスト1988年には初のコンピレーションアルバムトミーと順調にリリースを重ね ギミックの少ない楽曲そのもので勝負するアグレッシブなライブステージも話題となり、1989年初頭に発表された A 音楽誌、ニュームシカルエクスプレスの読者人気投票では、世界的な人気バンド REM や U2 などを抑えて、堂々のナンバーワンに選出。同年には、メジャーレーベル RCA レコードとの契約も発表され、 その遺跡第一弾として、BBC ラジオ1、ジョン・ピール賞で披露した、ウクレイニアン・フォーク・スタイルのレディオセッションをまとめた、企画アルバム、ユークレーン・スキー・ビス・チョピー v ・ V ジョーナ・ピラーを発表。本作が、全英アルバムズ・チャートの最高位22位を記録する、予想外のヒットとなる。その後10月に発表したオリジナルとしては2作目となる、ビザーロもヒット。 1991年5月には、当時まだ知る人ぞ知る存在だったベインディーズ界の大物アーティストで、エンジニアのスティーブ・アルビニをエンジニアに迎えた、オリジナルとしては3作目となる、シー・モンスターズ・オーリー・ディース。本作品は、全英アルバムズチャートの最高位13位を記録し、この順位は、現在もなおバンド史上最高位となっている。 翌年1992年には1年間かけて、毎月第1月曜日に7インチアナログ版のフォーマットで、しかも1万5000枚の限定生産で、A 面新曲、B 面カバー曲のニューシングルをリリースしていくという、ザ・ヒットパレードシリーズを発表。当時サブポップや K、ブラストファーストなどのインディーズレーベルが展開していた7インチシングルズクラブに、アイデアの着想を得た。 このプロジェクトは発表された全12枚が全英シングルズチャートトップ30内にランクインし当時エルビス・プレスリーが保持していた年間最高ランクイン枚数記録に肩を並べるという大ヒットを記録した創作的にも商業的にもピークを迎えたこの RCA レコードを離れその後1994年にはオリジナルとしては4作目となるアルバムワツし。 1996年には、コンセプトミニアルバム、ミニ、サターンエリアを立て続けにリリース。メンバーチェンジを重ねながらも活動を続けていき、音楽的には、さらなる成熟と成長の後を見せていくが、商業的には以前ほどの成功を得ることができず、1997年1月には、一旦活動を休止。フロントマンのデイビッド・ゲッジは、 翌年1998年に当時の恋人でありバンドのスタッフでもあったサリー、マーレルと共に別ユニット、シネラマを開始する。当初はバンド休止中の間のポップなソロプロジェクトとしての位置づけのシネラマであったが、1999年には1997年の TWP 活動休止時点のギタリストであったサイモン・クリーブも合流。 ライブバンドとしてのツアーサーキットも繰り返し、6年に渡りその活動が本格化。最終的には TWP とさほど思考性の変わらないギターロックバンドへと変化を遂げていくこととなる。それに加え、1997年の活動休止時点の TWP のメンバーたちが再始動に否定的であったこと、またデイビッド・ゲッジとサリー・マーレルのプライベートでの 破局も契機となり、2004年4月、当時のシネラマの4人のメンバーママ、ザ・ウェディング・プレゼントとしての新作アルバムの制作に着手し、そのまま現在の TWP の活動へとシフトしていくこととなる。2004年11月に再始動第一弾作品となるシングル、インターステート後をシネラマ時代から運営していた自主レーベル、スコピトーンズから発表。 翌2005年2月にはアルバムテイク・ファウンテンを発表。その後3年余りの間、英国、欧州、北米を中心に、精力的にツアーを繰り返す。2008年1月には1991年のシー・モンスターズをはじめ、シネラマ時代にもタッグを組んだスティーブ・アルビニと共に、スタジオ入り。そのアルバムエル・レイは2008年5月に、リリースされている。 2010年には、ビザロ発売21周年記念ツアーを観光。同ツアーから日本での唯一の来日公演を収録した、ビザロ、ライブイン東京、2010を2011 20年2月にリリース。2012年3月には、アデルの世界的なヒット作、21を手掛け、第54回グラミー賞を受賞した、アンドリュー・シェップスをミキシング・エンジニアに迎えた。 バレンティーナを発表。同月からシーモンスターズ発売21周年記念ツアーと銘打った世界規模のライブツアーを展開。2016年9月には前作バレンティーナではミキシングエンジニアを務めたアンドリュー・シェップスを全面的に共同プロデューサーを迎えたスタジオアルバムゴーイング、ゴーイングを発表した。 上記、イブニングセッションズ1986から1994収録分以外はすべてこのボックスセットに網羅されている。いずれも、エース・トレンジ・フルーツ社から発売されていた EP シリーズの一つとして発売。全社収録分の4曲は6枚組ボックスセット。ザ・コンプリート・ピール・セッションズに、校舎収録分の4曲は、 イブニングセッションズ1986から1994に収録されている。フランスの RCA がバンド側に無許可で制作した6曲入り CD。ザ・ヒットパレードシリーズの一環であるようなタイトルながら、実際には本シリーズに無関係の楽曲が大半を占める。当時契約していた A ・クッキング・バイナルがバンド側に無断で発売した CD ボックス。 内容は、同社が権利を持つ、ジョージ・ベスト、トミー、ミニ、サトゥルナリアをそのまま外箱に収納した、いわゆる抱き合わせ販売商品。ありがとうございます。